週前線の雲を捉えた衛星画像。前線は九州南岸から本州遥か南の小笠原諸島付近まで伸びている。2008年9月29日。週とは日本において8月後半頃から10月頃にかけて降る長雨のこと。秋の長雨、終林、すすき梅雨とも言う。季節が夏から秋に移り変わる際、 真夏の間本州一帯に猛暑をもたらした太平洋高気圧が南へ退き大陸の冷たい高気圧が日本海や北日本方面に張り出すこの性質の違う二つの空気がぶつかるところは大気の状態が不安定になり終前線が発生する梅雨前線と同じく前線を挟んで夏の空気と秋の空気とが押し合いをしているため前線は 日本上空を南下したり北上したりする。こうして長雨が続く。周雨の原因となる高気圧は主に4つある。1つ目はシベリア高気圧と呼ばれる高気圧である。シベリア高気圧は冷たく乾燥したシベリア気団から構成されていて高気圧から吹き出される風も冷たく乾燥している。2つ目は秋特有の移動性高気圧と呼ばれる。 高気圧である。移動性高気圧は、やや暖かく乾燥した、洋ース高気団から構成される。三つ目は、太平洋高気圧で、暖かく湿った小笠原気団から構成される。四つ目は、オホーツク海高気圧と呼ばれる、高気圧である。オホーツク海高気圧は、冷たく湿った、オホーツク海気団から構成される。 オホーツク海気団と小笠原気団のせめぎ合う中で北上する梅雨前線は平年で8月前半頃には中国の河北地方朝鮮半島北部北海道付近にまで達し勢力が弱まって次第に消滅するそして日本付近は小笠原気団からなる太平洋高気圧中国大陸は洋ス高気団からなる停滞性の高気圧に覆われ 東アジアのほぼ全域で本格的な夏が続く。一方8月前半頃には、偏西風の強い部分が中国北部付近からオホーツク海付近にかけての地域に北上し、流れも弱くなる。しかし8月後半頃になると、次第に偏西風が南下を始め、秋の空気もそれに伴って南下してくるようになる。8月後半頃になると、 太平洋高気圧が日本列島から離れたり近づいたりを繰り返すようになる。また、夏の間周りよりも相対的に気圧が低かった大陸の気圧が上がり始め、移動性高気圧やシベリア高気圧が勢いを増してくる。太平洋高気圧が離れた時には、そこに編成風が入り込んで移動性高気圧と低気圧が交互にやってきて、 晴れと雨が繰り返すような天気が訪れるようになる。このような天気が次第に増え始め、晴れ続きの夏の天気の間に、雨がやってくるようになる。これが、秋雨の始まりである。8月後半頃から9月頃にかけて、北日本から順に寒冷前線が南下、東進するようになる。このような天気を経て、次第に低気圧ともに前線が発生し、停滞するようになる。 8月後半頃から9月頃にかけて、北日本から順に寒冷前線が、停滞前線に変わり、停滞するようになる。停滞する期間は長くて、数日間で、あまり長続きはしない。天気は、周期的に変わることもあるが、全国的にぐずついた天気が多くなる。10月前半頃になると、太平洋高気圧は、日本の南に完全に後退し、 周前線の停滞は主に本州の南となる。9月後半頃以降、北日本から順に偏成風が上空に南下してくるので、ジェット気流が高気圧や低気圧を押し流すことで天気が移り変わりやすくなり、太平洋側では晴れが増えてくるが、日本海側では低気圧通過後、一時的に成功到底になるために冬に比べると短期間で、 あるがしぐれやすくなる。10月後半頃になると、周前線は日本の南にまで南下し、途切れ途切れになって弱まり、やがて消滅する。この頃には、日本列島付近を移動成功気圧と低気圧が交互に通過し、乾燥した晴れ雨成功到底乾燥した晴れが短期間で移る、典型的な秋の天気となる。 東北地方の太平洋側に位置する仙台市のウォンズ。梅雨に当たる6.7月の雨量は少なく、週に当たる8.9月の雨量が多い。九州北部に位置する福岡市のウォンズ。梅雨に当たる6.7月の雨量が多く、週に当たる9.10月の雨量が少ない。梅雨とは反対に、末期よりも初期の方が雨が強い。基本的に、 周前線は、梅雨前線よりも弱く、前線が、停滞前線ではなく、寒冷前線や温暖前線になったり、前線として現れない気圧の谷となったりすることも、多い。そのため、曇りの天気が続いたり、しとしとという弱い雨が降ることが多い。しかし、大気が極度に、不安定となって、大雨の条件が揃うと、梅雨をもしのぐ大雨となることがある。 特に秋雨の時期は秋の台風シーズンと重なっているため台風から周前線に向かって湿断気流が流れ込み積乱雲が発達して大雨となり大規模な水害を引き起こす場合がある。また上空の寒気や風の合流低気圧の影響で雨雲や雷雲が発達したりすると大雨になることがある。また梅雨の雨量は 西や南に行くほど多くなるのに対して、周の雨量は北や東に行くほど多くなり、正反対となっている。周前線の場合は通過後、一時的に成功到底になった際に、寒気がやってくることがあり、通過の前後で気温が数度十数度低下して急に冷え込むことがある。また、鉱山や寒冷地では、水折れやあられ、雪が降ることもある。 梅雨のない北海道でも週はある。これは、週の場合は前線を作るシベリア高気圧や、移動性高気圧が初めからしっかりと勢力を保っているためである。梅雨と違って、始まり終わりが明確でないことが多く、梅雨入り梅雨明けに相当する発表はない。また、東南アジアから東、アジアまでの広範囲で起こる梅雨とは異なり、日本周辺にのみ見られる現象である。 ありがとうございます。